トータルウォー・ウォーハマー2、ハイエルフのティリオンの大渦巻きシナリオです。エクセス教団はえなく滅亡しました。他のハイエルフたちは頼んでもいないのに、どんどん外交を仕掛けてきて、勝手に関係が改善していきます。英雄、ヒーローは行動の結果、従者、フォロワーを獲得する場合があります。ただし、自国の領外では役に立たない従者もいますので、こまめにお供から外して、他の英雄や勲功に付け直した方が良いでしょう。差し当たり明確な目標はなくなったのですが、英雄は影響、インフルエンスのスパムを続けます。スパム、ランクアップ、技能強化の繰り返しで、最前線の英雄はすくすく育ちます。後方支援タイプの英雄の場合には、こうはいきません。会場の宝探しに向かった、勲功、ロードの順番になりました。まだランク1であり、従者もいなければ、技能もありません。まあ死んでも惜しくない存在ですね。とりあえず目の前の宝探しに挑戦です。何々、怪人へのお供え、トリビュートトゥザシーゴッズですと。これだけでは意味がわからないので、ウィキで調べることにしました。宝探しはトレジャーハントでいいはず。トリビュートトゥザシーゴッズはどこだ？ありました。二つの選択肢の結果についても詳しく書かれています。魔法の道具一つと10ターンの間、白兵戦が強化される。または、資金1500と10ターンの間、維持費が減り概要での損耗も減る。平和なので、まあ資金と維持費の方がいいでしょうね。今回の宝探しは、穏当な結果になりましたが、戦闘をしないと高額報酬がもらえないような宝探しもあります。その場合、この程度の兵力では勝てません。沖合には別の宝探しスポットもあるようですが、遠いのでやめておきます。とりあえず、ロサーンに戻しておきましょう。ティリオンはカレドールの領内に進軍させます。不況を買っていますが、気にしません。戦争は終わったので、居留地は安心して強化できます。ターン終了、するや、否や外交。もう見飽きたと思いますので映像はカットしますが、軒並み承諾しています。アベロンの心臓、ハーツ・オブ・アベロンという魔法の道具を獲得しました。何もしていないんだけど、知らないうちに条件を達成したのかな。統率、リーダーシップの強化がメインです。どうやらレアですね。自分自身のヒットポイントを再生するパッシブ能力がついているようです。ますます怠慢勝負に強くなりました。任務が中断されたという通知が出ました。報酬がアベロンの心臓となっています。よく意味がわかりません。不死鳥の門、フェニックスゲートを占領することが条件だったようです。門の持ち主は、アラリエル、同盟したので占領できなくなり、中止扱いにされたのかもしれません。ロサーンに戻した勲功は、しばらく領内にいると思うので、先ほど英雄から外した従者を、お供につけます。効果が現れるのは次のターンからのようです。公的秩序、パブリックオーダーはまだ変化していません。英雄は、スパム、ランクアップ、技能強化。カレドールの居留地を奪えという任務が発動しています。すでに向かっていますが、さらに近づいて、宣戦布告します。移動力が足らず、攻城戦にはなりませんでした。他の勲功は、新たな占領地の方へ向かわせます。先ほど秩序回復の従者をつけたので、しばらく領内で、留守番してもらいます。そろそろ三つ目の軍を起こした方が良さそうです。次々と外交の申し入れがありますが、
もう見飽きたと思いますので映像はカットしますが、軒並み承諾しています。ターンが明けて、ティリオンが動けるようになりました。やや不利なゲージとなっていますので、手動解決にします。この居留地は、城壁がしっかりしているので、攻城戦になります。なかなか壮観ですね。背景がいい雰囲気を出しています。戦場ではないけど。どの道城壁までは前進するだけなので、グループ化はしますが、すぐ戦闘を開始しました。城壁の上から激しく撃ってきて、結構損害食らっています。トリさん、城壁を破壊。していないようですね。迫力がまるでない。くちばしでは無理か。これは、飛行を生かした攻撃に切り替えた方が良さそうです。何度かクリックしたら、空高く舞い上がりました。震度を設定して爆撃を敢行します。なんか気持ちいいぞ。ティリオン、単身で城壁破壊に向かわせます。鳥よりはマシでしょう。やり兵、城壁に取り付き、はしごで登りました。すでに味方の旧兵が敵軍をズタボロにしており、やり兵が戦う前に、蹴りがつきそうですが。おや、ティリオン、城門を突破したようです。しかし城門は開け放たれたままにならず、また閉まってしまいました。おっさんから市の中心を制圧しろとのアドバイス。よくわかりませんが、ひとまず鳥を向かわせます。四角の枠が表示されました。この辺りが市の中心のようです。とりあえず鳥に見張らせます。よくわからないうちに勝利となりました。ゲージが振り切っているので、敵軍が回想したのでしょう。またしても、金銭以外の報酬は、なしです。しかし占領後に、従者はもらえました。先ほどの従者と同じ秩序回復ですが。カラドー has fallen to you, my lord.The hubris of the dragon princes has led to their ruination by your hand. Be sure to begin the search for wave fragments. The vortex becomes more unstable with each passing day. カレドールのこの居留地、ウェイフラグメントのアイコンがついているので、結構重要な場所のようです。なおカレドールはまだ滅んではいません。英雄には
適当に技能を習得させておきます。従者、やっぱり被ってましたね。違うのが出てほしい。公的秩序はまだ安定していません。次のターンには改善するでしょうが。野党の軍、まだティラノクの居留地を包囲しています。ティリオンの軍を強化しておきましょう。北東のエンジェリアル、兵舎がないので、どこでも徴兵、グローバルリクルートメントでないと増強できません。グローバルだと2ターンかかります。アラリエルは、フェニックスゲート付近で死闘を繰り広げているようです。通商条約のおかげで情勢がつぶさにわかります。死闘の相手は別のダークエルフなので、近いうちに助けに行かないといけないんでしょうね。